アルフレート・フリートは、オーストリアの法学者、平和主義者、ジャーナリスト。1911年に、トビアス・アッセルと共に、ノーベル平和賞を受賞した。フリートは15歳で学校を辞め、以降は、ウィーンの本屋に通って、独学で勉強を行った。1883年に、ベルリンに転居し、そこで1887年に自ら本屋を開業した。彼は、 大バファニーダなどの著書を表し、1892年にベルタ・フォン、ずっとなーと共に雑誌を創刊した。大バファニーダー、盗賊官である大フリードン・スワルテの中に収められた論文で、彼の平和主義の哲学を見ることができる。1892年、彼はドイツで平和運動を起こした一人になった。彼はまた、世界平和を保障するには、 近代的な組織が必要であるという考えを初めて持った一人であり、この考えは後に国際連盟や国際連合として具現化するに至った。またフリートはエスペラント語の熱心な支持者であり、1903年にはエスペラント語のテキストであるレイブクであ、インターナッシュノリンヒルフスプレイクエスペラントを表している。 第一次世界大戦中は衛星中立国のスイスに避難し、1921年にウィーンで死去した。ありがとうございます。